Rocky Ramen TV。はい、皆さんこんにちは。ラーメン YouTuber のロッキーです。今日はですね、千葉県の最強のパワースポット、成田山新勝寺に来ております。ここにですね、千葉県が誇る鶏白湯の名店、そのお店を今日はご紹介いたします。それでは今日も一日よろしくお願いします。出発進行、 Rocky Ramen TV。はい、それではお待たせしました。はい、先生、前から失礼します。3丁半お待たせいたしました。キャベツがありましたね。お願いします。契約の目です。はい、16番、16番、はい、ラーメン、はい、中に投入されます。何分でですか？3分半ぐらいです。あ、なるほど、その日の状態によって影のものです、ね、なるほど、そう、ね、生麺ですか、生きた麺ですからね、出加減って大事ですね。いっぱい食べる、いい匂いがしますね、これ。うわ、これは贅沢なスープ、これ。東日本ナンバーワンだもん。はい、塩ラーメンです。不正といっぱいいた塩ラーメンの完成です。の定額の麺ですね。鶏白湯と絡んでこの麺が美味しいですよ。はい、ありがとうございます。 Rocky Ramen TV。 しねさん、麺屋福一創業22周年おめでとうございます。ありがとうございます。しねさんはですね、あのフレンチシェフ、ラーメンシェフと、まあ、ずっとあの料理人の道をですね、あの歩んでいらっしゃいますけども、もう通算何十年ぐらいになりますかね。まあ、約40年。40年約40年。はあ、すごいですね。18歳から、確かフレンチの道を志されて、はい、で東京であの衝撃を受けたラーメンっていうのは、はい、その頃に、どこのラーメン屋さんでいらっしゃいますか？超有名な
はい、ラーメン弁慶さんですよ。あ、弁慶ですか。あの泣く子も黙る弁慶ですね。背脂ちゃっちゃ系の超有名店ですよね。なるほどね。タミヤさん、あれですか、背脂ちゃっちゃ系食べたことありますか。あ、もちろんあります。大好きです。大好きです。やっぱりそうですね。さすがと親子だなと。でね、まあ、フレンチシェフの時代のことをですね、お聞きしたいんですけども、はい、私は舞浜の方の、まあ、リゾートホテルでもフレンチのシェフをされたりとか、まあね、40年近くいろんなご経験があると思うんですけども、はい、まあ、フレンチというとホテル三國の、まあ、三國さんが有名でね、はい、三國さんもフレンチのシェフになるために、まあ、修行時代にその帝国ホテルのね、厨房で一日中こう皿洗いをしてたとか、はい、でそういうようなご経験があったりしますけども、やっぱり石黒さんの下積み時代っていうのはどんなご経験がありましたですかね、フレンチで。それはやばいっすよ。やばい。昭和の調理場ってめちゃくちゃやばいんで、ここでは語れないぐらいの、やっぱりピーって音出したわけですね。まあその辺は割愛して、とにかくやばいぐらい厳しかったのは、やっぱ正面でそうですよね、はい、うん、そうそうそう、たくさんいましたから。ああ、なるほどね。それは大変でしたね。若い人までいろいろとご苦労されたんですよね。はい、うん、で、ホテルのフレンチのシェフをお辞めになって、まあ、ご実家の福一旅館の1階でワインを味わえるフレンチレストラン、まあ、マルシアで、ね、開業される。これはいつ頃ですかね。95年ぐらいだったと思うんですよ。あ、1995年。はい、あ、なるほど、なるほど。でそれから、まあ、ラーメン好きが高じて2001年の8月29日に同じ旅館の1階で、まあ、ラーメン店もこれ二毛作でね、はい、スタートされましたけども、この頃ラーメンって何杯ぐらい食べましたんですか、ラーメンフリークとしては。あんまり数えてはいなかったんですけど、はい、でもまあ300ぐらいは食ってたんじゃないですかね、仕事しながらだから。でピークの時ってやっぱ年間何杯ぐらい食べられたんですか。600ぐらいじゃないですか。そうです、じゃあもうラーメンをもう行くな、自分の、はい、試作とかをラーメン食べるじゃないですか、はいはい、そういうのは除いて食べ歩きだけで、あ、食べ歩きだけで600杯近くじゃない、じゃあ試作なんか見たらさらにさらにすごいですね。そりゃ体壊しますよ。当たり前ですよ、そんな。なるほど、そうですか。それでですね、あ、そう、やっぱりこの、石森さんじゃないとわからないというところで言うと、フレンチとラーメンのこの魅力の違いって何ですかね。魅力じゃなくてもいいんですけど、フレンチとラーメンってね、明らかに違うんですけども、はい、言葉にするとどんなことが違いますか。でも大バカな違いって言ったら、やっぱりフランス料理とか、はい、まあ、それは中国料理とか、はい、料理も言えることなんですけど、はい、基本コース形式なんですね、はい、で前菜から始まってデザートまでの、うん、そこに緩急をつけて、うん、お客様を満足させるのがそういうようなフレンチもそうなんですけど、うん、はい、ラーメンっていうのはもう一つの丼で全てを完成させてっていう部分で、料理の組み立て方が全然違うんですよ、ね、あ、なるほど、なるほど。だから本当もうラーメンの場合はもうちゃんとしっかりとした味のインパクトを最初にガンと取ってきて印象付けるようなラーメンをやったり、はい、コースの場合だともう徐々に徐々に味が上がっていくっていうような形にして、で最後にデザートで大満足っていうところを持ってくる。だ最初から味を強くしちゃうと、はい、コースの場合は、はい、もうメインに心が飽きてきちゃうんですよ。なるほど、ね、そこの関係の使い方が、はい、まあ、ラーメンとの大きな違いですかね。なるほどですね、はい、ラーメンから丼の中に全部フルコースが詰まってる、 そんなイメージですね、はい、勉強になりますね。それでですね、まあ、ちょっと飛んで2004年のことをお伺いするんですけども、はい、まあ、今年いろいろあってですね、まあ、6月の19日には、まあ、ロッキー主催のですね、まあ、第1回千葉ラーメンミステリーラーメンツアー、はいはい、千葉ミステリーラーメンツアーがですね、福市でありまして、はい、まあ、その先生大変お世話になりました。いえいえ、本当にありがとうございます。で、この年っていうのは僕は心臓が飛び出るぐらいびっくりしたのが、今年の夏の終わりに石田さんが山に倒れられちゃいました。はいはいはい、はい、この時のご記憶ってどうですか。いや、今でもよく覚えてますよ。はい、もう正直ね、ミステリーラーメンやってる時からもう体調的にはね全然良くなかったんですよ。だけどもまあその頃は気力で全然生きてたんですけど、はい、その夏ぐらいになったら気力でも動けなくなっちゃって、はい、
これは明らかにおかしいなって思って病院行ったら、そこに入院で、やっぱりなと思いましたよ。もう体が本当に言うこと聞かなくて、はい、この時忠英さんびっくりしましたよ。お父さんは急に、ね、入院するっていうのは。そうですね、まあ、でもそんなにこうはっきりとは覚えてないですけど。ああそうなんだ。突然亡くなった感じで。ああ、よかった。僕まだ本当に小学生だったし、そうですね、うんうん、でも本当家族全員暗かったですよ、その時は。ああそうですね。でまあ、暗くはなるけど、やっぱお店は続けていかないと生活できないんで、うん、この後どうするかみたいな家族会議みたいなあったのは覚えていない、いない時に。あ、そうなんだ。みたいなのがもう、で、ちゃんと正直な話、ちゃんと作れる、ラーメン作る人も誰もいないし、うん、でもなんかもう生活しなきゃいけないんで、うん、だから一時期その、そう、素人が作るラーメンみたいな、そういう、なんか教えてもらって、うん、そや僕も手伝ったりとかしたことあるんですけど。あ、そういうことなんですか。店でなんとか。でもなんかラーメンとか居酒屋やったりとか、うんうん、そういう、うちのばあちゃんとかがそれで、うんうん、こうメインでこうやったりとか、そんな時期もありましたけど。そうなんですね。そうですね、あのこの名薬市の闇の部分というか、僕が入院中に酒どころ福市っていう形でこうやったんですよ。あ、居酒屋みたいな。そうですね、はい、うん、これが結構入ってて、もっと降りなくてもできんじゃんって。まあそれは冗談ですけど、うん、でも結構それでね、お客さん来てくれて、ねえ、はい、うん、本当そういうこと、まあね、不幸中されてるとは本当にですよね、うん、でその後ね、あの無事に回復されて2006年の2月にね、今度あのフレンチの二毛作をやめて、ラーメン一本で勝負されるようになります、はい、でこの時の思いっていうのはいかがですか、すみません。一本絞ったっていうのは、もう正直もう病気と一生付き合ってからいけない状況だったんで、うんうん、2つやるのはもう絶対に無理だったのは当然頭の中にあって、はい、じゃあどっちを取るって思った時に、フレンチを10年続けるのとラーメン10年続けるのって、はい、どっちが体に負担かからないかって言ったら、ラーメンの方が負担かからないと思って、うんうん、当然ラーメンでもっと、ね、あのお客さんを喜ばしたいっていう気持ちもその頃すごい強かったんで、はい、いやもうここはラーメン一本絞ってやっていこうと、はい、まあ、考えましたね、その時は。なるほどね、はい、そう、僕ね、その年にラーナビの限定で、はい、ローズポークと新サンマの淡口醤油ラーメンの秋味仕立てっていうのが出て、はい、この時にね、僕このラーメン食べて福市これは大成功するなって確信したんですけども、あ、うん、竹岡式のね、当時の竹岡式のお祝いの醤油味で、でも、はい、ものすごいコクがあって、で、サンマがね、どんぐりそこに隠れてたんですよね。うん。そう。まあ、それまでの限定とはね、桁違いに違ってね、すごいラーメンでね、食べてて、もうすごい感動したっていうのをね、覚えてますけども、はい、はい。この時のラーメンって、どんな感じのラーメンってご記憶ありますか？いやー、これ結構ね、僕の中でも思い入れが強くて、はい。まあ、その前も結構ね、限定とかすごいやってたんですけど、はい、たまたまやっぱり、その当時って、あの携帯サイトの超ラーメンなんか、はい、やっぱすごい流行ってて、でその中にあるラーナビ限定っていうのが、あのその七人の達人の中から選ばれて、はい、それがお店にね、あれが来るんですけど、そこに選ばれるっていうのはもう本当ラーメン店主としてのステータスがあったんですよ、はい、だからでその時千葉でラーナビ限定は僕が最初だったんですよ。わ、これはちょっと千葉代表としてはカッコつけなきゃいけねえなって思ってで、千葉らしいラーメンって、うん、で、僕がちょうど復活で竹岡式もやってたのもあって、はい、トリパイタンもやってましたけど、はい、そうだ、千葉で行くならこれだなと思って、はい、竹岡式を俺なりに進化させて、はい、誰も食べたことがないように作ってやるって、はい、そんな形で創作しました、それは。ちょうど秋だったんでね、サンマがいっぱいあって、あ、そうですね、うん、あの頃まだサンマも安かったし、安かった、そうです、今高級になっちゃいましたね今はね、もう全然取れなくなっちゃいますよね、はい、もう、そうそう、本当にインパクトの強いラーメンでしたね。うん、で今度はね、まあ、あの石井さんって常にね、挑戦するラーメンスペシャリストで、2008年の8月16日以降、土曜日なんですけどね、はい、もう一つの限定というか、もう一つの、ごめんなさい、もう一つの二毛作がスタートする。はい、これはあの京都の無鉄砲の本店に感銘を覚えた石井さんが、店主の赤坂さんに今日、まあ、許可を得て、
で、奈良の豚の骨をモチーフに福井市のネクストブランド、はい、鶏の骨をですね、新規オープン。これも今15周年、すごい人気ですけども、で、ね、土曜日の夜だけの限定営業ということで、はい、うん、この時の、まあ、これをなんかこうリリースする時の石田さんの思いっていうのはどんな思い出とかっていうのは。いやー、もうとにかくやっぱり無鉄砲と豚の骨、ね、赤坂さんですよね。あのラーメン食べた時に、はい、今まで食べた豚骨ラーメンと明らかに違う凄さがあって、こういうのをもし鶏でできねえかなってちょっと、はい、帰ってきて思って、ええ、じゃあちょっと試作してってみようかと思ったんですけど、そう簡単にそんなものが鶏でできるわけもなって、はい、試作までだから、ね、お店オープンするのは約1年ぐらいかかって、1年ぐらい試作を重ねたんですよ。まあ、毎日やってたわけじゃないんですけど、はい、たまに営業の合間にやりながら、はい、こうしたらいいんじゃないか、したらいいんじゃないかをいろいろと考えながらやってみて、うん、まあ僕の40回目の誕生日の日にはオープンさせたというちょうどタイミング的にそのタイミングがあったんで、2008年の8月16日が岸田さんのお誕生日です。そうです、おめでとうございます。いや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 ですか。だから、それは思い出深いですよね。思い出深いですね。今でもオープンさせた日のことを覚えてますよ。ものすごい嵐の日でそれでも、ね、結構お客さんが来てくれて、ああそうそうそう、やっぱりね、あの福井市のね、頃からずっと応援してらっしゃる方いっぱい来ました。僕もね、来ましたけど、うん、はい、で、2008年そういうことがあって、今度2009年には麺を京都の老舗の麺屋定額に変更されました。はい、はい、でね、これ千葉県で初めて定額の麺を採用されたんですけども、はい、きっかけは何だったんですかね。きっかけは食べ歩きですよね、はい、本当に単純にあの京都とか大阪をたまたま関西圏を回る、はい、旅をしてて、はい、で食べて印象に残った麺で、あの調べてみるとそれが麺屋定額の麺だっていうのを知って、はい、あ、定額そういえば昔どっかで会ってるなと思ってて、うん、見返したらやっぱりその麺変える2、3年ぐらい前に、はい、東京ラーメンショーで、はい、たまたまその定額の工場長と名刺交換してて、うん、で京都の麺屋ですって、まあ、でもその時京都の麺屋さんと付き合うことはねえなのでと思いながらよろしくお願いしますとか言ってたんだけど、うん、京都の麺ってあのいろんなスープがあるんですけど、はい、あのまあ、いわゆる今はちょっと違いますよ、はい、その頃あの老舗のお店だけを言うと、はい、1種類なんですよ、麺って。天一でも第一朝日でも陳腐臭い感でも全然スーパー違うけど、はい、麺は同じなんです。はい、はい、京都の麺っていうのがあって、うん、それは俺使わないしなと思ったら、うん、たまたまその京都大阪のお店を食べ歩いて美味しいっていう印象に残る麺が定額で、あ、こんな麺を作るんだ京都のラーメン屋さんが、製麺屋さんが、うん、ですごく気になって、はい、で知人を通して、工場を見学しに行きたいんでつって、それで工場をさせてもらって、はい、まあ、その頃定額、今はでっかい工場を作ってますけど、はい、もうちっちゃい工場で本当に町工場みたいな感じで、はい、ここで作ってんのみたいな、でもね、やっぱみんな熱意持ってやってたからね、やっぱり手組んでやりたいなってすごく思ったんですよ。麺屋さんっていうのはもう僕の中でラーメン屋さんね、自家製麺やってるとは違うけど、はい、あの本当にパートナーじゃないといけないんですよ。はい、意思疎通がきっちり取れてて、そっちの、ね、使いたい麺をそうです、ね、パッと出してくれるとか、ね、うん、そういう結構当時その頃麺屋さんに僕、ね、どこも一長一短があって受け取りがすごいあって、はい、結構喧嘩ばかりしたところもあったりとか、はい、あって、そういう意味で定額全然何の問題もなく、あの受け取りは俺も今一切なく、はい、もうやらせていただいてますよ。本当に俺まで作ってもらっちゃったし、ああ、そうですね、演じるのがかっこいいのあれですよね、はい、で、ね、福井も鶏の骨もちゃんと専用に作ってくれてるし、はい、はい、もうありがたいっすよ、こんな、ね、だって、あの定額で見て300種類以上あるんですよね。いや、いっぱいありますよ、本当にすごい感じですよね、はい、だからね、その2009年にはもう千葉県で言うともう福井さんだけだったんだけども、今2023年以降ってなるともう千葉県の大体行列店っていうと定額の麺を使ってますよね。
いや結構多いんじゃないですか、ねね、だって俺も自分で使い始めて、で、あの明けでの夏目くんが、はい、あのその頃カネジンだったんだけど、はい、あの定額ちょっと紹介していただけませんかって言われて、はい、いいよいいよって、ね、そうそう、だからね、そうなんですよ、明けではなんかね、もう定額の便がなかったら、あの夏目なんかの限定はね、全然そ、うんうんね、存在しないから、そんな感じになってます、ね、いやね、本当良かったなと思いますよ。そう、良かったですね、すごいですね。あれ、タタヒロさんも定額の便使ってて、いかがですか、はい、美味しいです。僕やっぱ、僕、中国料理出身なんですけど、中国料理の、うん、レストランでも、全然です。P 出さなくていいですか？ P 出したらいいです。P 出したらいいです。P の使ってなかったんですけど。P ですね。P で、はい。ちょっといい店なんで。そこで、まあ、そういうのが中華麺っていうの、うん、と思ってたんですよ、僕。で、思ってたんですけど、帰ってきた時に、うん、まあ、ラーメン屋出るんですよ。食べるじゃないですか。うん、めちゃくちゃ美味しいですよ。あ、定額の麺が。はい、で、それ食べた時に、まあ、中国料理 その、まあ、ラーメンじゃないですけど、そのタンメンというか、汁そばとはやっぱりラーメンとか別のものなんだろうなと思ってたんですけど、うん、やっぱそここだわんないと、やっぱこれからの中国料理ダメかなと思うんですよね。なるほどね。じゃあ、すごいんですよ、本当に。スープと合ってないですよ。でもその時は、これとこれが合うと思い込んでたんですけど、はいはい、やっぱ全然合ってないですよ。今食べたら、もう、めっちゃ違うの。ああ、でも下の人が今後、じゃあ将来的に中華料理を目指すとしたら、定額の麺使うかもしれない。そして。ね、ほんと美味しいですよね。ね、美味しい。いっぱいいろんな麺がすごいですよね。はい。それでね、2010年代に入ると、福一はね、さらに進化を遂げて、2011年の1月31日には、ここにお二人揃ってますけども、中山競馬場でね、ラーメンフェスというのがありましたよね。ね、うん、で当時ね、2011年というのは、忠宏さんがね、中学校3年生、うん、中学校3年生、確かお父さんにも背が高かったんじゃないかな。結構高かったと思いますね。同じぐらいじゃん。同じぐらいか、同じぐらいか、うん、でも僕の方が大きかったんで、ね、それで大きく見えたかもしれない。そうかもしれないで、中高で親子だからね、本当にやっぱりすごいなと思います、僕もね。うっすらしか覚えてないですよ。あ、そう。足が痛かったの覚えてます。すごい忙しくて。あ、忙しいですか。そんなにこう長い時間働いたことなかった、うん。あ、そうかそうか、そうか。でもいい経験なかったです。はい。で、2012年になると。